今年のチームはみんな規則からできていて、なかなかいい人たちが集まってきた代なので、自信あるので自分たちの代はいいとこまでいけると思ってます。選手権大会の目標としては鹿島スタジアムでやりたいというみんなの願望もあるので、ベスト4を目指してます。自分たちはお父さんやお母さんや学校の先生たちに支えられてここまで来たと思っているので、その恩返しとして最高、自分たちが精一杯できる最高のプレーをしたいと思ってます。2年生が中心の若いチームなので、まだまだ仕上がり具合っていうのは見えないと思いますけども、公式戦の厳しいゲームをやる中で、成長していけるんじゃないかと思っております。はい、3年生が2人残ってますんで、その最後の大会でもあるその3年生2人のためにもしっかり戦うということと、日頃応援してくださっている父母会とか親御さん、あとは止水の同じ仲間の生徒たちのために全力で戦っていきたいと思います。